6月20日、ドジャース大谷翔平選手のそっくりさんとして活動する、俳優でモデルの大谷に翔平こと井出口花紀がインスタグラムに写真を投稿。少し前に大谷が投稿し、話題となった散髪写真を完璧に再現して、称賛を集めている。写真、大谷翔平そっくりさんの、似すぎ、ショット再現したのは、6月10日に大谷がヤンキースタジアムで散髪している様子。鏡の前で黒のクロスを身につけ、爽やかな笑顔を向ける大谷と、その後ろでハサミを片手に男性が微笑んでいるというものだ。井出口はこの写真を完全に再現。大谷さんのカットを真似してみました。僕は直毛だからちょっと難しかったけど頑張ってこの髪型にしてくれたのは。SNS 総フォロワー数30万人以上、渋谷の若手カリスマ美容師俊くんです。トレンドもしっかり押さえていて、日本だけじゃなくて海外でされてるカットも教えてくれました。とメッセージを添えていた。どっちが本物か見分けつかなくなってきた。完璧な構図のそっくり写真に、普通にどっちも大谷さんだとしか思わなかった。別のところでヘアカットした比較写真かと、だんだんどっちが本物か見分けつかなくなってきたわ、翔平くんの双子って言われても違和感ないです。など、インスタグラムのコメント欄がざわついている。井出口が大谷のモノマネを始めてから、その人気はうなぎ登りだと語るのは芸能プロ関係者。マネコは似てない。大谷に翔平がモノマネの番組に少しばかり出演してから、営業の仕事やインスタ投稿での広告などの仕事が続々と舞い込んでいるようです。少し前には大谷さんの奥様であるマミコさんに扮したマネコが登場。この方が似てないと散々言われていたのに、それが逆にバズるなど、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いです。イケメンでおっとりした雰囲気が、特に年配の女性たちを引きつけているようで、ファンの多くは、孫がいる世代の女性とのこと、大谷翔平が活躍し、注目されればされるほど、その輝きを増す大谷に翔平。まだまだ、